お待たせしました。どうぞよろしくお願いいたします。どうも、ただいまご紹介いただきました株式会社キミカの笠原と申します。今映っている映像ですけれども、これは南米チリの海岸線の写真でございます。茶色くキラキラ光っているもの、これが海に漂って漂着した海藻であります。で、ここにこれを担いでいる人がおりますけれども、チリという国はですね、南極からですね、フンボルト海流という非常に冷たい海流が海岸を洗っておりましてですね、海岸線に昆布の類ですね、滑走類といわれる褐色の海藻がたわわに繁茂しております。で、これがライフサイクルを終えますと岩から剥がれて海岸線に漂着してくると。で、この漂着してきたところが世界中で最も乾燥しているといわれるアタカマ砂漠でございます。で、ここ現地行きますとですね、現地の漁民がですね、全く何にもない見渡す限り砂漠と海という海岸線に住み着いて、ここでこの漂着海藻を拾い集めて乾燥をしているわけでございます。そもそも海藻というのはですね、世界中の海に繁茂しておりまして、非常に大きな資源量を持つバイオマスなんですけれども、海藻というのは生きている間はどんどん CO2 を吸収して大きくなるんですね。そして海水を浄化して不栄養化を防いだり、非常なファンクションを持っているわけなんです。また魚にとっては産卵場所を提供する、それから孵化した稚魚にとっては大きい魚に食べられないように隠れ家を提供する、そして激しい波や海流からを和らげてですね、稚魚を育てるゆりかごの役割をするということで、非常に重要な海洋生物資源を育んでいる海の森なんですけれども、これがですね、一旦岩から剥がれますとただのゴミとして海を漂流していると。そしてすべて最後は腐って CO2 に戻ってしまうというものでございまして、そこをですね、当社は創業から80年間この漂着した海藻を高度に有効活用するということにひたすら業として取り組んできたわけでございます。次お願いします。ということでですね、今回SDGs アワード特別賞、パートナーシップ賞をいただいたわけなんですけれども、当社の概要はここに書いてある通りでございます。海藻からアルギン酸というものを抽出いたしまして、これを国内ではオンリーワンのメーカーになっております。で、国内シェア 90% 以上、売上の約7割ですね、海外に販売しているという業態でございます。次お願いいたします。このアルギン酸とは何かということなんですけれども、昆布のですね、表面にぬめりがございますね。それからよく水にふやけた昆布を断面を見ますとですね、半透明の乳白色のゼリー状物質で満たされていると思うんですけれども、あれがまさにアルギン酸でございます。海藻から抽出される天然の食物繊維でですね、海藻総体の 30-60% を占めています。そして我々これを抽出精製して粉末で供給するんですけれども、水に溶かすと非常に滑らかな粘性を持った水溶液になり、そして、条件によっては瞬時にゲル化してゼリーになるという性質を持っております。で、どういうものに使われるかといいますとですね、まず食品業界ではパンのですね、ふんわりしっとり、そしてしっかりした構造を作る、それから即席麺とか麺類に転化してですね、つるつるしこしこした食感を出す、からアイスクリームの微細な泡をそこに保持するとかですね、食品業界で大変、たくさん使われております。また医薬品業界でも胃の粘膜保護とかですね、歯の型取りをするペースト状のものをパッとはめて数分でゴム弾性が出る、パカッと剥がすと歯の形が取れるという歯科印象剤といいますけども、これもアルギン酸を使ったものでございます。また皆さんが毎日口にしておられるとすると、歯磨きですね、歯磨きのペーストにはよく使われております。そういったことでですね、知らず知らずのうちに皆さんのお口の中に入っている大変身近なものでございます。
年間約4万トンが消費されていると言われております。はい、次お願いいたします。まあ、当社はですね、生産体制日本の千葉県での富津で、メインのプラントがございまして、そして、さらに大きい規模でですね、南米のチリ海藻の産地で、工場を運営しております。また中国青島でも、もう一部生産しております。次お願いします。このアルギン酸工業の成り立ちなんですけれども、実はですね、昭和16年日米開戦の年に、スタートいたしました。この頃ですね、日本は、いわゆる連合国軍から経済封鎖を受けておりまして、物資が全く入ってこなかった、全く困窮を極めていたわけですね。そこで、国内にあるものから何でもいいから間に合わせて作れというところでですね、その当時房総半島にたくさん漂着して、組織が硬いんでですね、食用にもならないということで放置されていたカジメという海藻、一部でアラメとも言いますけれども、この海藻からですね、まずヨードやカリウムを取ろうと、それから当社オリジナルで、ここから海藻のヌメヌメの成分アルギン酸を抽出しようということで、戦時中にスタートしたわけでございます。ですから、そこから戦後も一貫してですね、漂着した海藻を使って、有用な物質を抽出生成するということにずっとフォーカスして会社をやってきているということでございます。次お願いいたします。それから当社の特徴としてはですね、自然の力を使った製法ということでですね、戦後昭和40年代くらいになりますと、強制ろ過という軽石の粉のようなパーライトとか珪藻土というものを使って炉層を作って、そこを真空で強制にろ過するとですね、アルギン酸の非常に透明な水溶液と真っ白な粉末が取れるということで、各社みんなこちらに移行したわけなんですけれども、当社の創業者はですね、麺やパン小麦粉に最後混ぜちゃうのになんで透明性が必要なんだと、わずか 0. 何パーセント添加するだけのものになんで粉末が真っ白じゃなきゃいけないんだと、そんなことよりももっとコストをかけない、環境に負荷をかけない、電力消費を抑えて、そして抽出残渣のもう海藻だけですからさらに有効活用できる、そういう製法でいこうと。でもお客様が粉末が黄ばんでる、溶かすと透明度が少ないということで品質が劣ってると言われるんです。これについてはむしろ安定供給体制とか生産技術、品質保証能力、そういったものですね、本来の競争力で勝負しようじゃないかということで、一貫してこれを貫き通してまいりました。で、結局当社オンリーワンになったんですけども、その決め手になったのはこの製法です。他社はみんなアルギン酸やっても採算が合わない、当社は一度も赤字を出したことなくこの方法でやってきているというところでございました。次お願いいたします。それからですね、競合メーカー、これヨーロッパのメーカー、アメリカですね、アメリカのメーカーなんですけども、このように刈り取り線でですね、芝刈り機のような刈り取り線で海藻を引っ掛けてですね、もぎ取るんですね。で、コンベアでどんどん線上に上げていくということで、生きた海藻のもぎ取りで海藻を収穫しておりました。次お願いします。ところが当社は一貫してですね、漂着した海藻、これを使うことをからに集中してまいりました。漂着した海藻はですね、人の力で集めて、先ほど言いましたように天日で乾燥するんですけれども、海藻を利用するって一番大変なのは、海藻は海の中で水を吸って10倍ぐらいに膨らんでるわけですね。とっても重いで、ぬめる、それから峻険な岩場に生えてたりする、それから重い海藻を丘に上げるというのが非常に大変なんですね。また丘に上げたはいいけれども、乾燥しないとすぐに腐ってしまう。そこで当社はチリに目をつけたわけでございます。たわわに実った海藻がライフサイクルを終えると自然に漂着してくる、そしてこれが天然の乾燥機アタカマ砂漠に漂着してくれる、ここで乾燥を自然の力でやるというシステムを利用したわけでございます。次お願いします。
これが砂漠に広げられた海藻の姿です。約10分の1にちゃんと縮まって干し上がってまいります。次お願いします。そしてですね、我々約35年前にチリに進出して現地生産を始めたんですけれども、現地に張り付いて活動してみますとですね、非常に大きな問題に気がつきました。というのは、海藻を約2000キロの海岸から集荷してくるわけですけれども、この集荷業者、トラックに乗って集めてくる業者ですね、彼らがですね、全く在庫を持たないんですね。ですから注文が来れば買うけども、注文がないときには一切買い付けをしない。そうしますとですね、海藻というのはですね、嵐が来たり海が荒れると大量に漂着してくるわけなんです。ところが海が静かだったり、あるいは潮の流れによって沖へみんな持ってかれちゃう。そうすると海藻が全くないんですね。ですから海藻というのはあるときは山ほどあるんだけども、ないときは全くないというものなんですね。でこれが彼ら集荷業者に任せておきますと、自分たちが必要ないときは漁民がせっかく海藻を取ってきてもいらないよ。それから注文が来ると海藻のないときでもすぐ取ってこいというものですから、どんどん海に行って刈り取ってしまう。でこの海藻というのはですね、一旦刈り取ってしまうと、その残った根から芽が出てくるわけじゃないんです。この根っこが完全に腐ってなくなるまで、その岩からはもう生えてきません。しかも腐った後も年単位で新しい海藻は生えてこないと言われております。一方でライフサイクルを終えて自然に剥がれた海藻というのはですね、そこにちゃんと次世代の胞子を生み残していると。したがって漂着した海藻だけを使っていると無限に再生産されてくるということになるわけなんですね。そこで我々ですね、現地の集荷業者の中の、真面目そうな積極的ないいやつを選んで2社ほど傘下に収め、資本傘下いたしました。そして彼らに海藻買い付け資金を渡して、とにかく漁民が買ってくれというものを全部買えと、そしてここに積んどけということで、砂漠の真ん中に集荷基地を設けました。そして海藻がないときにはここから使っていけばいいから、絶対に刈り取りをさせないようにしようという活動をしたわけでございます。次お願いいたします。これが今のが海藻の集荷在庫の姿ですね。それからですね、チリで最終製品まで作ろうということで工場進出をいたしましてですね、大変な雇用を創出し、南半球で唯一のアルギン工場を建設いたしました。で、そこで現在200人ほどの社員がおりますけれども、非常に彼らの生活を支えているということです。次お願いいたします。それからですね、私たちですね、数年前にですね、我々の工場の排水、これきちっと処理をして流しているわけなんですけれども、この排水口から数キロ先でですね、魚が死んだということで、現地の環境庁、それから警察、保健所、連合軍がですね、会社へ突然立ち入りに入ってきましてですね、けしからんと、キミカが何か毒を流したに違いないと、我々はすぐにでも操業停止命令が出せということでですね、非常にとっちめられまして、しかし我々も証拠がないでしょう、立証してくださいということで裁判で争ったわけなんですけれども、結局彼らも証拠が出せない、当然あるわけないんですけれども、それで訴訟は取り下げになって、なんとか事なきを得たんですけれども、その時にこんなに地元から嫌われて怪しまれてたんでは、危なくてしょうがない、資本投下して従業員雇ってお客様への供給責任もあるしということで、地元の人たちからやはり可愛がられる、必要だとされる存在感を持たなきゃダメだということでですね、徹底して地域貢献を力を入れて実行いたしました。この今の写真、出ている写真はですね、実は南米、今降水量が減ってですね、地下水位がどんどん下がっちゃってるんですね、このエリア特に。そして工場周辺の集落がですね、井戸水を汲み上げてるんですけども、井戸が浅いもんですから水が上がらなくなっちゃう、渇水なんですね。ところが我々の工場の井戸って非常に深いもんですから、水がどんどん出てくるわけなんです。それを見て近所でケミカが全部汲み上げちゃったから我々のところ水が出なくなっちゃったんだということで、あらぬ疑いをかけられましてですね、それは全然違うんです、井戸の深さが違うからですということを説明すると同時にですね、飲料水を提供しますと。で我々
近くから汲み上げているといっても工業用水なんでですね、あの地域の方みんなほとんどが飲料に使われますんで、あの飲料的の水を買ってきて、周辺9カ所にタンクを据えてですね、いつでも切らさないように周辺への水を供給するということをやっております。次お願いいたします。またですね、現地の大使館と協力しましてですね、 ODA 草の根無償資金の援助ですね、この制度を利用しましてですね、四輪駆動の救急車、これを地元自治体に寄付いたしました。で、本体は大使館がやっていただいて、我々中の装備一式を担当しましてですね、日本の日の丸をつけた四輪駆動の救急車、そこに当社の車掌も入ってですね、そして今まで救急車が来なかった、医療にの恩恵を受けられなかったところにどんどんこの救急車が入っていくと。また消防車も中古ですけれども、やはり日本から導入してですね、大使館と当社と協力して現地に配備したということで、地域になくてはならない会社というふうに言われるようになってまいりました。次お願いいたします。またですね、海藻、アルギン酸を抽出したカスですね、残砂の海藻をですね、これを肥料に加工いたしましてですね、現地はですね、マイポバレーといってワイナリーがたくさんありまして、ワイン用のブドウをたくさん栽培してるんですけども、このブドウ畑にずっと無償提供をしてまいりました。それから工場、私どもの工場をですね、ボイラーも炊きますし、排水も出しますし、騒音も出しますし、匂いも出る、ですから周りに緩衝地帯広く設けてるんですけれども、ここもただ開けといてもしょうがない、農業をやろうということで、何を栽培したらいいかと思ったら、やはりワイン用のブドウがいいということで、今ワインの用のブドウの栽培に取り組んでおります。ここに当社から出た残砂も肥料として利用しておりましてですね、数年後には近所の優秀なワイナリーにお願いして、当社のブランドのワインを作ってもらおうということで、今楽しみにしているところでございます。次お願いいたします。80年間アルギン酸取り組んできたわけですけれども、今我々サバイバルに勝ち残って、国内ではオンリーワン、世界でも有数のメーカーになっています。なんで我々勝ち残れたかと考えてみますとですね、他社は非常に一流会社の一部門としてアルギン酸に取り組んでました。彼らはサラリーマンがビジネスとしてアルギン酸に取り組んでた。ところが我が社は中小企業です。アルギン酸一本で生計を立ててます。そして日本で初めてアルギン酸を作った、アルギン酸の生みの親として、我が子を育てるように愛情を込めてアルギン酸を育ててきたという自負がございます。ですから海藻のサプライチェーンの一番元まで行って、漁民の生活見て、彼らが海藻じゃ飯食っていけない、鉱山かなんかへ出稼ぎ行っちゃったりしないように、彼らの生活水準を上げなきゃいけない、彼らの生活を安定させなきゃいけないということを一生懸命取り組んできたわけですね。また工場がこんなつまんないことで操業停止食らったりですね、そんなことしたんじゃとんでもないことだ、やっぱり現地の人から必要とされる存在が出なければいけない、本当に真剣にこの事業と取り組んできた。その結果、みんなに必要とされるステークホルダー、みんなに必要とされる会社になろうという思いが今日この SDGs につながったんじゃないかというふうに思っております。実は私当社、今申し上げましたようにボイラーも焚いてるし、排水も出してるし、騒音も出すし、 SDGs に取り組むって言ったら減産でもしなきゃいけないのかなと思ってたんですけれども、若手の社員から、いやいや社長そんなことないよと、こんな漂着海藻ね、80年もこんなに有効活用して、それで食べてる漁民が何千人何万人いるんですかと、これすごいことですよと、これこそが SDGs じゃないですかと言われて、じゃあ SDGs アワード応募してみようかということになったわけですけれども、昨年の12月21日、私の誕生日に若い社員からのまさに大きなプレゼント、 SDGs アワード特別賞をいただいたということでございます。まあそういうことで、本業を一生懸命やる中で、とにかくみんなに必要とされる存在感を持とうという真剣な動きが結果として SDGs アワードにつながったということでございます。ご参考にしていただければと思います。どうもありがとうございました。笠原
あ、笠原様、ありがとうございました。笠原さんの方に質問させていただきたいんですけど、はい、まさにその漂着した海藻を回収してビジネスにしてらっしゃるとか、はい、最後の方でお話しあったその残渣を使ってワインを作るってまさに SDGs とかサーキュラーエコノミーって言われる、まあ、今言われているようなその環境課題に、まあ、そのマッチしたビジネスっていうのがすごい昔から、まあ、そういうのをとおそらく意識せずにでもやってこられたことなのかなと思ったんですけども、今日やっぱお話伺ってて本当に長く事業やってる中で同業者の方とかっておそらくその機械化ですとか、はい、あとまあその薬品を使うとかってさっき話が出てきて、そういうまあその効率を世の中どんどん追求していく中とは逆行してその機械にばかり依存しなかったりとか薬品も使わなかったりとかって、一見その不効率な方を追い求めてたのかななんていうふうに見えてしまったんですけども、逆にそれがまあ不効率だったからこそまあ持続可能なモデルになってるのかなというふうに思えたんですけども、その辺まああえて効率を追求しなかったことで得られたメリットなんかがあればご披露いただけないかと思うんですけど。そうですね、非効率を選んだというかですね、やはり競争が激しかった、我々中小企業でなんとか生き残るために勝ち残んなきゃいけない、そのためにやはり高い機械を買ってきてそこにどんどん電力使って強制ろ過をする、そしてろ過除剤をたくさん使ってですね産業廃棄物になってしまう。そうすると海藻だけでそういった余計なものが入ってこなければ有用物ですよね、海藻の粉で、そうやって商品化できるものが他の材質のものが入ってきてしまうと産業廃棄物になってしまうと処理にコストがかかるわけですよとね、結局それは不利でしょと。で製品の品質が白いとか透明だとかっていうんだったら自分たちの技術で乗り越えようというとこですね。それはやっぱり本当に当社の創業者がいろはのいの字から基本の木の字からアルギン酸の作り方を一つ一つ自分で開拓してきた、自分で積み上げてきた、その強さだと思うんですね。ですからいわゆる環境に優しいとかいうことよりもそんなにコストかけなくたって、そんな電気使わなくたって、そんな余計な薬品使わなくたってできるじゃないかと、その代わり営業マンは大変だったと言ってます。他社の方がだって明らかに色が白いんだもん、溶かせばスカーッと透明なんだもん、うちのやつなんだかもやってんだもん、お客さんからお宅品質悪いね技術悪いねって言われるのをね、社長にお前そんなもんお前が説得してこいと、こっちの方が優れてんだぞと言われてね、来た時に非常に大変だったということなんですけどもね。でもメリットということであれば、先ほど申し上げたように同業他社、これ日本でも非常に有名な一流企業の一部門なんですけども、こちらが最後撤退するという時ですね、言ってたのがこの事業アルギン酸事業で当社は黒字出したことない、毎年すごい単位で赤字が出てたと。だけどまあやめるにやめられないというかいうことで今までやってきたけど、で当社はいやうち赤字出したことないですけど、まあその差がねやっぱり長年に積み上がってきてすごかったんです、ね、それからねもう一つ原料のこの集荷体制、現地でチリの海岸から私どもやりましたでしょ、でストックを持ちましたでしょ、で海藻が足りないという局面があったんですよ。でその時に同業他社みんな海藻がなくて操業継続できない場面があったんですね。その時当社山ほど在庫があったんですよ。でそれを同業他社に見せたらこんなことされちゃうって言うんですよね、買い占めじゃないか、こんなみんなが買い損なくて困ってるのに一社が買い占めしてたんだって言うんですよね。いや買い占めなんかしてません、うちいつもこのぐらいストック持ってやってるんですよ、もしあれだったらお分けしましょうかって分けてあげたんですけども、でそういうところでですね徹底的に競争力に差がついてくる、これは非常に大きくてですね、やはり平常時では勝負がつかないんですよ、差がつかないんですよ、真剣にやってる会社といい加減にやってる会社と。ただこういう危機を迎えた時、海藻がない足りないとかいう時になると圧倒的に
実力差が出てくると一気にここで勝負がついちゃうということでですね、本当に我々こういう取り組みをやってきてオンリーワンになれたのはこのおかげだと思ってます。 ありがとうございます。そういう白く濁ってたりとかしてて営業の方も今非常に苦労されたのかなと思って、やっぱ営業マンの方もちゃんとその営業先に行ってなぜその透明じゃないのかとかってやっぱり説明できる、やっぱその徹底的に説明できるようにしないと理論不足か、ね、やはりその辺は自信だと思いますね。これ散々考え抜いた上に当社の技術陣がこれが一番お客様のためにいいんだよということで、いわゆるまあいわばサステナブルな取り組みですよね、会社自体の。それをお客様もご理解いただいたってこと、それからですねやっぱり真剣味が違うということを申し上げましたけども、それ誰が分かるかっていうとお客様が一番分かってくれるんですね。この会社本気だなと、アルギン酸買うのはやっぱりここから買ってこないいいんじゃないのと。で確かに粉末の色ちょっと黄ばんでるけどこれがいいんですよって、ね、お宅ラーメン作ってるんでしょ、ラーメン黄色いじゃないですかと、こんな関係ないじゃないですかと、むしろこっちの方がコスト的にも有利だし安定供給体制しっかりしてますっていう、まあ、そこはもう自信を持って説得できるかどうかいうところだと思うんですね。今いろんな商品がネットで買える時代になって、ネットでそのスペックだけ写真だけ見て買うとお客さんと会話する機会が全然ないと思うんですけども、今みたいになんでこういう真っ白じゃないの透明じゃないのとかってお客さんと説明する機会が生まれれば生まれるほどお客さんとの接点が会話も増えてその絆みたいなのが強くなるのかなと思いました。まあ、当社の場合 B2B の商品なんでですね、お客様とのそういうコミュニケーションが十分取れる技術的なコミュニケーションですね、それが大きかったというのが大きな要因だと思いますけど、うんうん、ありがとうございます。佐永所長、ご質問いかがですか。ありがとうございました。いやもう私も今日たくさん勉強させていただいたなというふうに思ってます。実はですね、私これ私 の最初の基調講演の中でも申し上げましたけれども、 SDGs で最も大事なところは本業をやってくださいよと。で本業をやる中で課題解決に貢献してそれで利益を上げてくださいと。でそうでないと持続的に課題解決が進んでいかないですよねと、まあ、こういうことをいつも、まあ、申し上げてるんですね。でもちろんその企業さんによって取り組みはいろいろでして、もちろんそのこういう事柄の性格上、最初はその CSR の一環としてお取り組みになる方々もおられるんですが、いや CSR もそれは確かに大事だし立派ですと。だけど CSR はまあ大体各社の広報の予算の中でやっておられることが多いから、それじゃやっぱりその範囲の中でしかやらないですよねと。だからやらないよりはるかに立派なんだけれども持続的とはなかなか言いにくいのでちょっと私抵抗がありますと。だから私からあえて申し上げさせていただくと本業であって儲けてくださいと言うんですね。でそうすると経営者の方からですね、安永さんあんた商売やったことないでしょうと、だからあんた現実甘くないですよと。で途上国ビジネスってやっぱりリスクもあるし手間暇やコストも日本でだと何気なくできていることがとんでもなく大変だったりするんですよと、だからそれは理想論じゃないですかということをですね言われることも多いんです。今日お話をお伺いしまして非常にですねいろいろヒントになりましたので、私どもとしましても今日の3社のお話をもとにですね、いやいやこうやって本業にちゃんと生かしておられる方がおられるんですよというふうには、私どもも情報発信をしていこうと思うんですが、それでもですねやっぱり各社も、これまでなおかつ現在もご苦労しておられることがあると思います。社内でですね関係の営業の方、技術の方、それからまさしく財務の方なんかも含めてこれで意識をですね統一していく、これを事業としてやろうじゃないかというふうにお考えになるまでには相当のご苦労があったと思うんですが、もしその点についてどういうふうにその社内のですねビジョンを、まあ、統一といいますか、合意形成をやってこられたかについてもしお伺いできれば嬉しいと思っております。ですね、私ども SDGs アワードで大変高い評価をいただいたんですけども、ね、これ根本原点をと言いますとね、
創業者のもったいないじゃないかっていう、ね、もったいない精神だと思うんですよ。さっきのろ過除剤を使わない、電気を使わないろ過方法、これだって十分実用物性十分だよ、これでそんな装置買うことないよ、そんな方法を取ることないよと、自分たちのでお客さん説得して売っていこうというところね、根本的にはね、もったいないじゃないかっていう精神なんですよね。それから漂着した海藻だけを使うというのも、なわざわざ取ってきたんじゃ海入ってって大変だから、海に落ちてるやつ拾ってきて使おうということですし、南米での取り組み、これなんかもね、全部コストの安いところで安い方法で、そして安定供給体制を取ろうというような、まあ、真剣にやっぱり取り組んでたことによって生まれたことなんでね、やっぱりみんなでこれは創業者からの精神として受け継いでる、それが結果として高い評価をいただいたサステナブルですねという、まあ、これが大きかったと思うんで、我々今後ともですね、こんな中小企業でもこうして SDGs ってできるんですよという一つのロールモデルとしてみんなでアピールしてこいよと、それからもっと推し進めてこいよ、まだまだネタあるはずだという思いでやっております。あと笠原さんの方になんですけども、チリの方で30年以上続けてらっしゃったということで、いろんな企業の方がその途上国に入った時にすぐに、お金にならない、収益が出ない、それで、そういうなかなかそれと地政学的なリスクがあって、政変とかがあったりとかして長続きしないということがあって、なかなかその利益が出なかったりとか、その政変とかの影響で撤退してしまうということがあるんだと思うんですけども、このチリでこの30年以上続けてこられたような、なんだろう、そのコツっていうのがあれば伺いたいんですけども。当社もチリの現地法人は最初の10年くらいは黒字を出したことない状態が続きまして、でとにかくできたものは全部日本で生産拠点中心でしたんでね、できたもの全部こっち持ってこいということで、日本で買い取ってやるということで本当にお荷物だったんですけども、本当に粘り強くこれ我慢してきたこと、そうしますとね、社員が育ってくるんですよね、チリ人の。そしてだんだん会社として体を成してくる、ほっといても日本人と遜色ない、あるいは日本でこんな優秀なやついるかってなやつが出てきてですね、でコストダウンもすごいこと考え出したなとかですね、いろんなことが出てきて、そして頼りになる生産拠点になっていったということとですね、もう一つこれ当社の特殊事情なんですけども、アルギン酸をチリで作ると、で皆さんですね、あんな地球の裏側の一番遠いところでね、一番作りやすいもの作ってるんでしょとよく言われるんですけども、全く逆なんですよ、一番難しいものをやったんです。というのはですね、もしも作りやすいものを作ってたら市場で競争するのは中国勢だと、もう価格的に底なし沼みたいな相手と競争したんじゃ絶対ダメだと、だから日本で培った技術持ってって、そして最もファインで最も作りにくいやつ、それに特化してやろうと、そして欧米の同業者、欧米勢と勝負しようということでスタートしたんですけども、逆にですね、こんなものがチリで作れるということをアピールしたら、欧米の同業者がそれだったらうちの分作ってくんねえかということで、いわゆる OEM 供給が始まって、世界中の欧米の先進国のアルギンメーカーのへの供給基地になっちゃったんですね。それで軌道に乗ったということがありましてね、でその間に先ほど言った魚が死んだとかで操業停止にしてやるとかですね、いろんなことありましたけども、なんとか全てそれで乗り越えられたということだと思います。だからやはり市場を見ながら生きる道を真剣に考えていくことが大事なんじゃないでしょうかね。なんか先ほどの安永さん の質問の答えにもありましたけど、そのもったいないの精神を、その創業から貫いてらっしゃる、
ですとか、今のその作りにくいものに特化するですとか、本当なんかシンプルなんですけども、それをブレずに続けるっていうところが今のお話の中で大事なところかなというふうに感じました。安永所長、最後に何か全体を通してのコメントでもいいですし、いただけると大変ありがたいです。ありがとうございます。私はもう今日大変勉強になりました。三者の方々の話を伺ってますとですね、なんかすごく平凡といえば平凡なんですけれども、やっぱり真剣に粘り強く長く、それから徹底的にやり抜かないとできないと、こういうことですよね。もちろんいろんな工夫はしないといけないんでしょうけれども、まあ、ある意味ですごくシンプルなことが大事だということをよく分かりました。で、一方で私どももですね、まあ、確かにこれはJICAさんでも同じだと思うんですけれども、よく ODA で1号機は入った、最初のはできたけど、それを普及するのが大変なんだと、途上国からは2号機、3号機お願いしますと、あるいは100号機、200号機までお願いしますと言われることだってあると。だけどそれはさすがに日本の政府としてもできないというときに、やはりそれを相手国の政府と一緒になって、なんとか民間ビジネスで普及させる仕掛け、これは私も言葉だけで言ってますけど、なかなかできたことがないんです。だけどそれを一生懸命やらないといけないなと改めて感じたところでございます。今日本当に大変勉強になりました。松木さん、もう日刊工業新聞社にはもうこんな貴重な機会まで与えていただいて、本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ途上国で PR されたい方はユニドのステップの方に登録いただけると、無料で PR ビデオ、まあ、その審査とかありますけど作っていただけるということなので、途上国で、お仕事を考えていらっしゃる方、ステップの方を一度、まあ、ご検討いただければというふうに思います。今日は、2時間近くなりました。お付き合いいただいて皆さんありがとうございました。これで一回して、あっという間の1時間50分だったと思います。改めましてご登壇の皆様ありがとうございました。ご聴講の皆様に関しましては、ウェビナーが閉じる際にアンケートが表示されますので、ぜひともそちらにもご協力をいただければと思います。本日は最後までご清聴いただきまして誠にありがとうございました。